ワークスの健吾です。今日はですね、この間無印良品に行って何の目的もなく行ったんですけど、その時にたまたま見つけたベルトがかなり良かったので、ちょっとそれを今回はご紹介しようかなというふうに思います。で、最近だとまあ夏になってきて、割とそのまあアウトドアとか、バーベキュー、キャンプとかそういうアウトドア系のまあイベントとか、密を避けながらそういうふうなイベントがある人も多いんじゃないかなというふうに思うんですけど、割とそのアウトドア要素の強い、機能的なベルトを無印良品で見つけました。これ無印良品ふらーっと入ったんですけど、たまたま見つけてちょっと安かった、400円ぐらいだったんで買ってみたところ、使いやすくて、かつ値段も安いということで気を配らなくてもいいし、すごい機能性がいいなというふうに思ったんで、今回それを紹介しようかなというふうに思います。で、僕が行った店舗では結構ラックがあると思うんですけど、ラックの結構上の方にあって、でなんか加工に入ってて、すごい取りづらいというか分かりづらいところにあったんですけど、もしかしたらあんまりその知ってる人が実は少ないようなアイテムかもしれないので、結構なんかラッキーというか、あ、なんか掘り出し物を見つけたような感覚で僕は買えたので、そういう風なラッキーさもあって、ちょっとこれは紹介してみたいなというふうに思ったので、動画を回しています。こちらですね、これがあれ無印良品のテープベルトっていう商品になります。まず、値段が400円なんですよ。で、ワンコインで買えるベルトということで、400円だから割とね、なんか消耗品というか、その場しのぎのベルトなんかなって最初は思ってたんですけど、結構使ってみるとやっぱ分かって、すごくね、機能性がいいベルトになってるなというふうに、ちょっと使ってみて思いました。こういうふうな感じで、見た目はね、カーキを購入したので、ちょっとアウトドア要素の強いベルトになっていて、ここも、このバックルの部分が、パチッと締めれるようなものになっています。普通に見た目はすごくシンプルな、ベルトになっています。はい。でちょっと散々さっきから機能性が素晴らしいですよっていうことを言ってるんですけど、ちょっとそれについて紹介しようかなっていうふうに、思います。まずですね、こちらのテープベルトを、こういった感じでベルトループに通します。で、これすごくいいなと思ったポイントなんですけど、まずこういう風にベルトを締めるときにすごくしっかりと締まって、自分が思った通りの位置で絞れるんですね。価格の安いベルトでありがちなのが、締めたいと思ったところよりも何センチかずらしたところで絞られるから、締めたいところよりちょっときつめに絞って帳尻を合わせるみたいな、そういうところが結構あるあるだと思うんですけど、このね、無印良品のテープベルトは本当に自分が締めたいここって思ったところでしっかりと締まってくれるので、そこがすごく使いやすいなというふうに思いました。で、あとこれもすごいんですけど、歩いていてもなんか全然ずれなくて、自分が止めたいと思ったところで止めれば、そこからね、全然ずれることはなく、運動というか歩くことができるので、これすごく感動しました。で、長さもこういう風な感じである程度あるので、ウエストを絞った上にちょっと垂らすぐらいにできて、ちょっとしたね、洋服のアクセントにもなるかなという風に思います。で、これはもう本当に何で今までこのベルトを買わなかったんだろうっていう風に本当に後悔するレベルですごいなって思ったんですけど、ここパチッと止めるバックルがついたベルトをなんで今まで購入しなかったんだっていうレベルで本当に後悔してるんですけど、これが本当に便利で、何かっていうと、こういう風にベルトループに通して、例えば自分がトイレに行きましたと、トイレに行って、でジャストサイズのところで絞っていて、ズボンをずらすと思うんですけど、履き直す時ですね、履き直す時、普通のベルトってレザーのベルトだと穴が開いてるものがほとんどだと思うんですけど、でまたその穴をに刺すような感じで履き直すという作業があると思うんですけど、カチッというこのバックルがついてるベルトはそれが一切必要なくて、トイレしますと、で終わったらここを締めるだけでもう終わりなんですよね。さっき一番最初ジャストサイズで、止めてたところから何の変わりもなく、何の変化もなく、もう一度調整する手間も省けるので、このね、このパチッと止まるベルト本当に便利だなというふうに思いました。
本当になんで今まで買わなかったんだろうっていうレベルで結構驚きましたね。でこれ価格が390円で400円ぐらいのベルトにはなるので、400円でこういうねすごく便利なものを買えるっていうのが本当に驚きですし、すごくありがたいなというふうに思いました。これねカラーは3色展開で、このカーキとあとネイビーと、ブラックかがあると思うんですけど、今回ね僕はカーキを購入しました。正直まあ400円で値段もかなり安いので、まあ2色買いとか、まあ、3色買いも全然ありかなというふうに僕は思っています。最近はまだ1回しか行ってないんですけど、キャンプの時とかあとはバーベキューとかその海に行く時とかに、まあそういう服装、ちょっとアウトドア要素の強い服装をする時にこれをねちょっと使っていこうかなというふうに思います。これはねズレにくくて、しかも価格も安くてすごく、まあ、さっきの、ね、トイレの時とかもすごく 楽ちんで履き直せるっていう、すごい個人的には本当にこれは無印良品の隠れた一品かなというふうに思います。でしかもねこういうふうにかなりデザインもシンプルなので、そこまで主張の強いベルトを求めてなかったりとか、機能的なものが欲しいとかそこまでデザインを求めないっていう方は、このね無印良品のテープベルトすごくいいんじゃないかなというふうに思います。なんでね、もし気になった方はぜひ店頭で、もしかしたら探しにくいところにはあるかもしれないんですけど、ぜひ店頭で見てみてください。あとまあ普通にネットショップとかでも売ってるので、まあ、400円ですし、ちょっと試したいなって思った方はぜひ購入してみていただけるといいかなというふうに思います。はい、はい、ということで今回は無印良品の、テープベルトについて紹介をさせていただきました。こういう風な感じで僕のチャンネルではファッションであるとか、あとはガジェットとか、あと生活雑貨みたいなところが僕はすごく好きな人間なので、まあ、同じジャンルが好きだよっていう方はぜひチャンネル登録をしていただけるとすごくありがたいなというふうに思います。で、もしねこの動画がいいなというふうに思った方は、まあ、グッドボタンとあとぜひコメントもよろしくお願いします。はい、ということで今回はこれで終わりたいなというふうに思います。ソフトバンクスのケンゴでした。どうもありがとうございました。さよなら。